可愛くないよ。昨日お疲れ様でした、ありがとうございました。そう帰んでいいのにね。モスターさん可愛い、ありがとうございます。可愛いってありがとうございます。お疲れ様です。新しいのもいい感じ。そう勝手に変わってました。そうショールームのねサムネイルがね変わったんです。今回のも良き？ありがとう。こんばんは。さん花束ありがとうございます。おじち5213ハートありがとうございます。まさぴょんさんバラありがとうございます。まるち5213ハートありがとうございます。今日はスチューシーみたいな T シャツ。マルチ5日さんハートありがとうございます。筋肉さんハートありがとうございます。かいかいさん、かっこゆうちゃん、バラ、ありがとうございます。こんばんは。前髪？何もしてない。元気よ。こんくらいから配信したいな。なんかないかな。なんかないかな。髪の毛伸びたよ。何かないのかしら。まあいっか。そうでもねアレンジまだね公園でもできんのんですよ。公園とかで筋肉さんだるまありがとうございます。今日は何の話しようかな。クワトロ配信ないから
そう、ツインテールしよっかなってね思ってね、昨日イケアってね真剣にね公園でさ、公園でさこうやってやってね、まあサラはなんか普通なんですけど、真剣にねこうやって出ようと思ったんですよ、こうやってイケアンと。だけどなんかやめた、なんでじゃろ、こうやって出ようかと思ったけどやめた。こんばんは。そうツインテールをねやろうかと思ったんだけどやめました、昨日は。それで来月の僕隊でやるとか話しました、イケアンとは。来月の僕隊でしようかなって思ってます。わからん、でもどうじゃろう、せんかもしれん。痛かった？なんでやめたの？え、なんでだったっけ？なんか理由はなんかイケちゃんがツインテールしたらなんか短すぎたけ跳ねすぎたみたいな、そういう理由でやめたような気がします。来月僕隊ありますよ。7月。いや、わかんないって言っといてしないかも。あーでもそう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 、それでクアトロでやろうと思ったのは配信があるないけんなんよ、配信がないけんやろうって思ったんです。ね、7月あるのかな、どうなんだろう。梅太郎さんハートありがとうございます。マサヤさん今日来ました、いつかさん、よろしくお願いします。誕生日なんだ、れいかちゃんと一緒。今日は今日はなんかれいかちゃんの誕生日で一番を狙ったけど無理でした。あーそうそう、何が一番狙ったか言ってないや、あの誕生日の、お誕生日おめでとうれいかちゃんみたいな LINE 一番狙ったけど無理だった。村太郎さんハートありがとうございます。ツアーでも多分できなさそうだけどな、どうなんだろう。村太郎さんフォスターも、村太郎さんハートありがとうございます。フォスターさんもハートありがとうございます。許せない、何が、なんだろう。こんばんは、こそわんわんこ24時間配信でさやちゃん寝るを、寝るをれいかちゃんにはなんかね、れいかちゃんにはそうあげようと思ってるものあるんですよ。スベイさんハートありがとうございます。そうフォスターさんハートありがとう。くっちゃんさんバラありがとうございます。負けちゃったか。れいかちゃんからいつもねお洋服もらってる。
竹内先輩やってたんだ、やられてたんだ。安部さんハートありがとうございます。ホスターさんバラありがとうございます。あ、サラチャンネルね、6月の僕隊配信もあるねって。そう、6月も僕隊あります。2期生が3人も誕生日で、え、わかんない、誰が誕生日なの、他全然知らないや。6月って誰がいる、許せないから。何が、こんにちは松本ひろしさん、こんばんはねずこちゃん。そう、髪型でも昇格したら自由になるか。あ、サーカリーもか、6月 15?18 だっけ。こんばんは、ゆきりかとさやかりんの2人か。こんばんは、鳥取太郎さん、アジサイありが、アジサイバラありがとうございます。さやかりんもか。そう、24時間の生配信で肝試ししたい。そう、21時までしか配信できないんです。鳥取太郎さん、バラありがとうございます。6月19か、そうなんだ。こんばんはフラさん、こんばんはミニマル、さやかりね。5月誕生日ゼロ、そうなの。6月19だよって。キリカ15日って、そうなんだね。あと13日間、ショールームの暗車変わったねって。そう、変わったんですよ。僕たち昨日くらいの MC したら誰が突っ込んでくる、わかんない、リコちゃんとかリネちゃんとかかな。うまい、7月もいない。え、なんでそんなに固まってるの、みんなすごいね。あとね、なんだっけ、固まってるのね。2月もね、2期生ね3人おるしね。んよ、なんだよ、どういうこと。リコチ外国人の家にお泊まりするらしいな、そうでそうなんだ。サラのお泊まり行きたいな。あいこじの家。さあ、リコちゃんの家に行きたい。サラちゃんかわいい。ありがとうございます。さやかりんかわいい。2月多いイメージ。2月多いかも。わあ、笑う。なんで笑ってんの、何のこと。サラの元の昔の知り合いみたいな。こんばんは、2月は全部で7人も、全部で7人。え、大谷さんと、え、いや、ん、大谷さんと今村さんとサラと、大谷さんと今村さんとサラと、サラとマヒナさん、イケア、マリーナ、ミチさん、サラピピオ、サラ。あ、そういうこと。こんばんは。熊根パパさん、バラありがとうございます。ひなさんか。
確かに7人おるってすごくない？2月までが良かった。4月生まれとかが良かった。良くない？4月生まれって4月生まれがいい理由はなんかいつもなんか背が高いから背の順でいつも前だから4月生まれが良かった。こんばんは。マイキューさん、マイキューさんだっけ4月生まれ。だって早い方がさ絶対背高いじゃん。そう、同じクラスで一番4月1日に生まれたい。サラ、灘高とかは4月生まれ多いらしい。頭の良さに関係するの？あ、でもなんか面白いのあるんですよ。さらね、小学校受験するんですけしたんですけど、そのなんか小学校受験のなんかあれなのよ、小学校受験のテストの内容が4月から9月までと10月から3月までで内容が違うんですよ。なんか小学校の頃だと頭のさ成長にさ1年違うけんさ、小学校幼稚園児のさ1歳は大きいけんさ大切なんですよ。これすごくない？友達と書いて遊んどったら取れんくなってしまった。半年そのまあだから小学校受験でその4月から9月の人と10月から3月までの人がテストの内容が違うっていうなんか制度を聞いた時はびっくりした。誕生日によって頭の違うのは、まあ、幼稚園までくらいかな。そう、テストっていうか、なんか例えばリンゴ1個と、あ、これは適当に言ってるからちょっとおかしいかも。リンゴ1個とみかん2個が同じ重さですって言われるじゃん。リンゴ1個とみかん2個が同じ生まれです、同じ重さですって言われて、じゃあみかん4個はりんご何個分でしょうみたいな。みかん12、4個はちょっと多分ちょっと少なすぎるかないけど、みかん12個はりんご何個分でしょうみたいな。それをなんかまだ掛け算と割り算習ってない時にやるから、全部脳でみかんと頭でりんごをか頭の中であれしないと出ない、でき解けないんですよ。だからほうほう、今考えたらね、ちょっと簡単だよね。あとはサッカー選手も4月から6月生まれが多いらしいよって。サッカー選手はね、
なんかサッカー選手はねって言って、サッカー選手はどういうことが関係してるのかわかんない。軽っ、リンコ3個分軽い。あとね、何の話しちゃったっけ。誕生日ガチャは大事って、でもなんかわかんない、どっちがね得とかわかんないけど、サラ的には4月の方が得のような気がする。マスオさん、カニに見えたけど花、ありがとうございます。かき氷の話してないよ。安田さん、バラありがとうございます。年を取ると3月生まれが羨ましくなる。分からん。パフェの下の方のコーンフレーク好き？好き。好きでも嫌いでもない。ナナライモン全部行く。そう見ました。可愛かったイケ。もうみんな上手だっためっちゃ。イケミンさん可愛い。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。こんばんは。オンライン話し会申し込んだよって。ありがとうございます。そう。ぜひ来てください。オンライン話し会。次回歌唱力あるといいけどな。あるかな。へえ、宮脇さくらさんチャンネルで配信するんだ。見たい。あ、来年？今年だった。あるかな？フォスターさん、だるま、ありがとうございます。仕事早退してきてくださるのありがとうございます。やるのかな？お医者さんたち。ね、絶対やってほしい。池田ちゃんに頑張って追いつこうって、そう、池田ちゃんに頑張って追いつけるかわかんないけど頑張ります。池田ちゃんを見て、でもかっこいいよね、あれ。日本人って沙羅ちゃんの歌は最高、昨日も感動したよって、ありがとうございます。ウィンクして、できてる？歌唱力ぜひやってほしい。そうやってほしい。何言った予定だったの？あーでもそれ今年も歌うかもしれないから内緒かな。そう、しつべいさん可愛い、ありがとうございます。でもね、今年ね歌いたい歌ねあるんですよ。
いつもドライヤーしながらね練習してるんですよ。夜にかけるかな。夜にかけるじゃないよ。なあ、歌もダンスも MC もめちゃ本当ありがとうございます。そう、なんかねダンスの先生にもね本っていただけたんですよ。そう、嬉しい。そう、歌いたい曲あるけん。そう、ファイナリストライブでもね歌い曲、歌い曲までも考えましたよ。正しさとは愚かさとはそれが何か見せつけてやろう。前太郎さん、花ありがとうございます。ポスターさん、ファイト、ありがとうございます。頑張ってファイナリスト楽しみにしておくよって、ありがとうございます。歌唱力でうっせえわ。さすがに恥ずかしいけどな。フォスターさん、バラありがとうございます。こんばんは。布さん、村方の赤ちゃんじゃないですか今流行りの。犬のおまわりさん、オンライン話し会ではやってね。え、何何何よ。こんばんは。聴覚根に歌唱力と年内後半もそういろいろある。唇を全部入れるいいよ。去年の歌唱力予選でさあちゃんを見つけました。どうでしたか。ありがとうございます。どうだった。去年嬉しいです。ワイも期待してる。緊張せんでも通常運転ですでにいい線いくよって。ありがとうございます。でもねなんか緊張するツボがねよくわかんないんです。こんばんは。安谷さん、バラありがとうございます。そう、あそこに食パンを乗ってる、あれももちゃんからもらった。かわいい、ありがとうございます。こんばんは。何の約束ねってその時に言ってください。初めてだったらお顔が分かんないので。タムとみんな、そうだね。でもまあ、タム吉も一緒にいると信じて。サラちゃんよく記憶をなくすよね。なくすよ。去年の予選今でもドキドキ見ています。ソロし、ソロは恥ずかしくて見れません。自分に合った選挙、分かんないよね。合ったのがどんなとか。フォローしましたって、ありがとうございます。山口県のライジングホール結構いい。ライジングホールって何？
こんばんは、くまっぴーさん。自分の見ないんだねって。そう、自分のね、見ない、全然見ない。そしてピアノ先生からなんか言われた、なんかピアノ先生も見た、見てた。ピアノ、あ、ピアノ先生、ピアノの方はあれよ、ピアノの方は特にあんまりお話できなかったんです。夏のツアーの開催地やね。あ、そういうこと。そのさっきの山口のライジングホール、そうなんだ。今日は飲んでる、何いいの。2期生が公演する場所だね。そう、ピアノの方とは何にも話さなかった。よろしくお願いしますくらい言ったんだけど、こうベッドに入ってない。なんかあんまりね、スマホしてるから言ったことないんだけど、 YouTube 見てるんです大体。けど1、2時間くらいいつも入ってる。あさってのマリーナ、あ、そうなの？ライジンホールであるんだ。マリーナさん、あさってで最後？え？マリチ523、ハートありがとうございます。その日で最後？こんばんは。え？気づかなくて全然お話できてなかった。気づかない、知らなくて。あさって金曜日、もう会えないかもしれない。最後ライジングホールなんですね。マルチ523、ハートありがとうございます。ピアノの奏者さん、リコチの時とかもう見てない。奏者さん、見てなかった。笑ってたの。さよならに強くなれ、こんなに切ない朝が。最終活動日は6月5日、今日はそれ、あさってじゃん。それ金曜日やん。でも連絡先聞くにも会えないからね。こんばんは。6月5日土曜日？あ、よかった。よかった、よかった、よかったよ。それはよかったよ。山口県まで押しかける。でもよかった、話せる。それだと。神奈川内さん、かわいい、ありがとうございます。最後にサインも書いてもらえるか。書いていただきたい。辺野寺さん、尊い、ありがとうございます。神奈川内さん、かわいい、ありがとうございます。ついていこうかな。あの道行くの。悲しい。そうだったんだ。でもよかった。ピアン、
そう、マリーナさんいなくなるのめっちゃ寂しい。峰岸みなみさんの卒コンは見た？ちょっとだけ見たよ。そう、最終日に会えてよかった。ね、ゆうこさん可愛かった。めっちゃ可愛かった。ゆうこさんも、小島子さんも可愛い。マリーナさんに歌のプレゼント、え、どういうこと？本人に？緊張しちゃう。そう、本田ひとみさんのところを見たんです、見たんですよ。そう、涙の表面張力。見ました。29日にやった HKT のサクナククッキーコンコンサート、ご覧になられましたか？ね、ナコミクさんの生意気リップス、リップス食べました。有名人のサインはなんか持って、あー、サンフレッチェの選手のサインは持ってますよ。今あるかな。夕食は食べちゃった、ちゃ食べたっちゃ食べたけど、食べてないっちゃ食べてない。なんかね、ちょっとだけ完食みたいな。あ、そうそう、佐藤選手のサイン、その人だ、その方だ。そう、さあ、過去に言ったことあるっけ。すごいよく知ってる。聞いたことあるよ。本当に知ってた？言ったことあるっけ。はおちゃんの表面張力聞ける日楽しみに待ってます。ありがとうございます。うんうんうん、流れない夜で微笑んだ涙の涙が絶対する。サラちゃん、いつもおしちゃんを支えてくださいました。ありがとうございます。また
こう挨拶行かせてもらいます。ありがとう。そう、こちらこそありがとうございます。タムちゃんだよね。リアルに僕声ならユニット何したい。なんだろう、でも表面張力やりたいかな。どうだろう、表面張力かな。あ、サッカー好きだから覚えてた。あなたのレベルが高い。レベルになってる。レベル？ありがとうございます。全然全然。こんばんは。このサイン、色紙にシミさんのサインを書いてちゃう。どういうこと？二人のサイン。ね、タムキチの表面張力やばいよね、あれ。下から上からさ降りてくるやつ。タムがいる間に。ノーウェーマンやってほしいなって。あー、ノーウェーマン、サラがね振り覚えてないからね。どうだろう、いなかったんです、その時。広島出身で AB 型リホリホと一緒です、可愛いです、ありがとうございます。バクテカサヤシリホリホさんのことサラもめっちゃ好きなんです。表面張力はパフォーマンス中。某メンバーって誰？靴飛ばした人がいるの？二人誰だろうね、表面張力。誰と誰だろう。サコサラタムの太宰？ああ、確かにそれもなくなるのか。そう、4周年の昼にミニスタがやってました。HK に大人が来たの。あ、そうなんだ。サラは豊永亜希さんのことね、ラストなんアイドルみたいな、ラストアイドルじゃないんだけど、そういうね、なんかアーティストになるためのオーディションの番組を YouTube で見てて前から知ってた。キリギスも意外性あって、そう、めっちゃかっこいいよね。雷鳴ってなんだろう。君しか勝たんの歌詞にも表面張力感じてきてくさ。どこに。サラ、モモサラね、モモサラで友達でいられるならとか。ももちゃんといろいろやりたいのあるよ、いつかできるかな。残念少女とかもかわいいよね、マリーナさん。かわいい。そんな大子さんではない。大人だよね。かっこ
イケンのサダちゃん見てみたい。でもジュリエットはねめっちゃサラも好き。引っ越しました。ここに引っ越しするよ。もうサラは禁じられていいよね。こうだサラは2番目の人がやりたい。言葉を失いが好き。あ、歌詞的にね。足を取った時の裏話。裏話はなんだろう。足取った時の裏話、なんかね、サッコと滝野さんと愛子さんで行ったんですけど、サッコと JK の写真を撮りました。そう、あとは何しただろう。あとはなんかね、もう足取った日のこと覚えてないの、前すぎて。2ヶ月ちょっと前かな。じゃ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 ん、ケイホー。なんでその、なんでだろう、わかんない。そう、なんでかわかんないけど、その4人だったんです。あ、そう、滝野さんに松ぼっくりをいただきました。そう、これが裏番地。あとはなんだっけ、なんか東京なんか話、街中を歩いてて話しかけたこと、かけられたことがあるかみたいな話をしてたんだけど、滝野さんが全然話しかけられないって言ってて、なんかそう、その時でした。松ぼっくり、なんかそう、絶対滝野さんがもうあれなんですよ、話しかけ、なんだろう、すごい人すぎて話しかけづらいんです、絶対。っていう話をして、そう、すごい人でなんかもうオーラが出すぎてて近寄りづらいんです、絶対。これが落ちてた皿の、あ、だか、そう、だって靴下が左右違う。それは関係ない。確かにエミリーさん、うん、オーラがね、スタイルも圧倒的だしね。あんこちゃん可愛いよね、会ってみたい。なんかその松ぼっくりをもらったね、経緯がね、なんか分かんないけど、なんか、わーすごい、松ぼっくりがある、いっぱいあるって書いて、どっか落ちてないかなって滝野さんが探されてて、で、あったって言って、なんかその持ってて、そしたらなんか、あげるよさらちゃんこれって言われて。そう、なんかちっちゃい子みたいに松ぼっくりを、その幼稚園とか小学校のちっちゃい子みたいに、なんか自然とかに、まあ、なんか大人になるうちに自然とかにちょっからに目を向けなくなりがちじゃないですか。そうだけど、そう、滝野さんは童心を忘れず、
そうなんです、可愛かったです。手榴弾じゃなくてよかった。いやそんな落ちてない荒野じゃんそう、あ、大人になったら自然にまた目が行くようになるのか、そういうこと？そう、可愛くて優しいんです。スケモンさん、バラありがとうございます。そういう素朴さがまた魅力的なんです。そう、可愛いんです。めっちゃ優しいんですよ。じゃあそろそろランキングを見たいと思います。13位、はるさん、ありがとうございました。12位、へいさん、ありがとうございました。11位、もや太郎さん、ありがとうございました。10位、あきまおさん、ありがとうございました。9位、はいずさん、ありがとうございました。8位、ホスターさん、ありがとうございました。7位、くっちゃんさん、ありがとうございました。6位、ちゅうちゅうさん、ありがとうございました。5位、ふくちゃんさん、ありがとうございました。4位、まりち521さん、ありがとうございました。3位、マスオさん、ありがとうございました。2位、神奈川おつさん、ありがとうございました。そして1位は安部さん、ありがとうございました。ありがとうございました。パチ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 、バイバーイ。ありがとうございました。